東急ちょっと東急東季式かえ、どうなの緊張する緊張するえ届いたんだっけ二人とも私はね届いたリリはリュッパー私はスに入りました頑張ってたもんねかわいい記念ねみんな自分が投げたボール持って帰ったんですよ私のボールが 土の土,土だらけになっちゃった <laughs> 土のつが生えてるの<土>なんか土が入っちゃってるの土がベタっとつい,うベタついたままう<ら>でもそれもいい記念だ記念じゃよそうそうそういいじゃんいいじゃん <laughs> もう野球のこの試合場のこの土逆に,逆に <laughs> どどうだよ土をそのままついて持って帰る逆にす中国のだってどどう持って帰れないなんか確かにどどうもさ持って帰るってすごいよね結構レアだ逆にさだってさどだけさ持って帰ったら怒られるもんそうだよどうで合ってる土のことある意味ね土はいはい土そうはあ緊張するな私がじゃど持って帰ってくるか なんかちょっと楽しみに、つるつるのまま持って帰れるか、どつきか、どつきか、どつき、また変わってきちゃうけど意味が。どう自信はありますか？あります。本当？本それはどういう自信？なんかやったことあるみたいな。今日の服ってさもう準備万端もうパリーグだよ。 もう行くよ、もう。意識しちゃう。やる気まんこのまま投げちゃうんだから。違うよ、多分服装違うと思うよ。違うよ、リエラの、リエラのスカートは履くのよ。いや、え、じゃ、ちょっと二人から最後に、ちょっとアドバイスをもらってから。あの、向かおうかな。もう、向かうの。もう向かうの。ちょっと。早すぎない、行くの。歩いて、歩いていこうかな。これから。そう思う。アドバイス、アドバイス、アドバイス。え、私は投げたことなかったから。あの。 父親と一緒に家の前で練習したよ。そうどのぐらいの距離かわかんないから。いいの。そう。パパ、相手になってって言って休日に朝朝9時とかに連れ出して。怖い怖いね。の前の前。家か。ぶつけたらもうアウトや。うん。危ない。絶対にぶつけられない戦いをやってた。あードキドキだわ。そう。確かに練習ね。練習ちょっとちょこっとしましたね。そうね。そこ。で、そして。え、でも雨の場合。 可能性はゼロじゃないか,ら確かにあの前回私の時はちょっと小雨だったの、うん、だからあの時はちょっと足とか気をつけますね確かねに気をつけますわねでもドームってことは大丈夫大丈夫か勝ってた勝ってたいいよ使おう使おうここ使おういやわかんないもしかしたらなんか水が飛んでくるかもしれない <laughs> 上から。

そうか <laughs> ペイペイドーム頑張りたいと思います、うん、頑張れよろしくお願いします